はい、皆さんこんにちは。レウキです。今日は10月27日、天赦日プラス神吉日の大開運日についてお話しさせていただきます。先日丹波篠山という山にツーリングに行ってきたんですが、夜ってもうかなり寒いですよね。山は革ジャンとトレーナーと T シャツで行ったんですが、もう寒すぎて死にそうだったんですよね。昼間は気持ちよかったんですけどね、まあ、せっかく夜ご飯にその笹山って蕎麦が名物なんですよね。で、蕎麦を食べに行ったんですが、まあ、本当はざる蕎麦食べたかったんですけど、あまりに寒くてもうあったかい蕎麦にしたんですよね。まあ、美味しかったですけどね。そして帰りにもうユニクロみたいなところでヒートテックみたいななんかインナーありますよね。あれをもう買って帰りました。もうほんと寒くて、まあ、この季節に山に走りに行く人はもう装備が必要ですね。皆さんも山に行くときは気をつけてください。というか、あまり山に行かないですよね。と、また今日もちょっと関係ない話から始まってしまいましたが、今年ももう終わりに差し掛かっているので、来年に向けて運気を上げていきたいですよね。このように運気を上げていくには、10月27日の天赦日プラス神吉日の大開運日を利用してみてはいかがでしょうか。そんな天赦日は日本の暦の上で最高の吉日と言われているんです。すべての神様が天に昇り、天が万物の罪を許す日ともされていて、この日に始めたことは全て成功するとも言われています。天赦日っていうのは年に5、6回ほどあります。そんな天赦日にやるといいことなんですが、この日に始めたことは全て叶うと言われています。一粒万倍日と同様に金運に関わることや仕事始め、開業、財布の購入、結婚、入籍、結納も吉ですね。あとはこれまでやりたかったことや諦めてしまったことなどに再チャレンジしたり、惜しかったけど遠慮していたものをまた買ったりするのもいいですね。財布の購入や財布を使い始めるのもおすすめです。できればこの日は財布に欲しい日給の金額を入れて過ごしてみるといいですね。その金額に見合うような収入を得たり、出世する効果が期待できると言われています。この日は仕事始め、開店開業、銀行の口座開設、財布を買うとか、財布を使い始める、お金を出す、結婚にまつわること、これらが吉になります。まあ、お金を出すといっても意味のあるお金の出し方ですね。ギャンブルとかはあまり良くないですね。そして天赦日にやってはいけないこともあります。それは転職や開業にはとてもいいんですが、退職や閉店には不向きになっています。あとは犯罪とかね、浮気、ギャンブル、借金、まあ、このような罪悪感を生み出すような行動は後で歪みを残しますので、やめた方がいいですね。そしてもし転職日に縁起の悪いことが起こったら、新しいスタートのために厄が落ちたと思ってください。天赦日はこのような感じですね。あとは神吉日。神吉日は神社参拝や先祖供養するのにとてもいい日になります。この日は他の吉日と重なる場合は、その吉日にさらなる神のご利益があるとされています。なので、お近くの内神様が祀られている神社に参拝に行ってください。後でお伝えする開運アクションの効果が倍増しますので、このようにうまく重なっている日を有効活用するといいですね。では、10月27日、天赦日プラス神吉日の大開運日に運気を飛躍させる方法をお伝えさせていただきます。この天赦日には、改めて皆さんは本来の自分に戻るようにすること、これが大開運につながるんですね。つまり、自分にとって本当に必要なこととか、本当にやりたいこと、人生をどう生きていきたいのかを心を研ぎ澄まして問いかけてほしいんです。そして、それができるように心を自由にしてほしいんですね。今までこうでなければならないとか、こうしないといけないとか、こうするべきである
と自分で自分を制限して我慢していたことをやめるんです。そして心を緩めて自分を自由にしてあげてほしいんですね。つまりこの日から本当の自分の気持ちに従って生きるということなんですね。人間関係からの自由、お金からの自由、時間からの自由、偏見からの自由、つまり心から自由を作っていくんです。風の時代に入って私たちの心に大改革が起きているんですね。要するに心を風のように自由にしてあげると開運するんです。心を風のように自由にしてあげることで時代の流れに乗って飛躍的に運気が上がってくるんですね。僕も自由が大好きです、かなりの自由人ですけどね、こうやって心を自由にしていくと自分の想像をはるかに超えたような奇跡のような出来事がやってくるんですよね、僕はそう思います。つまり今の時代は心を自由にすることなんです。ですが多くの人がいろんなことを我慢したり制限したりして苦しんでますよね。自ら苦しいところに持っていこうとしています。そして苦しんでエネルギーを消耗してしまっているんですよね。だから本来の自分の魅力や才能をのびのびと発揮できなかったりしているんです。ですからまずは心を自由にすること、これを皆さんにやってほしいんですね。すると周りの人も皆さんの影響を受け出します。ですからまずは自分の心を捉えている何か、それは人それぞれなんですけども、その何かから自由にすることです。そして次につながっている人や自分の周りにいる人の心も自由にする、そういうお手伝いができたらいいですね。すいませんちょっと噛んでしまいましたね。そうすれば自由な幸せな社会ができますよね。そしてこの転写日がそのターニングポイントなんです。皆さんは自由になることで新しいステージに上がって、ますます自分の心を自由にして身軽になった心で何かを表現していくようにしてください。皆さんはそれができる人なんですよね。ですから今日この動画を視聴しているんです。いかがでしょうか。今までこうでなければならないとか、こうしないといけないとか、こうするべきであると自分で自分に制限を設けて我慢していたことをやめて、心を緩めて自由にしてあげる、そして本当の自分の気持ちに従って生きる、このように心を自由にしていくと皆さんは奇跡のような出来事が起こってくるということなんですね。この転写日を機会にぜひこれをやってみてください。転写日のエネルギーがそれを後押ししてくれますので。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。